グリモ姉さんの手がかりはさっぱりだな。あんたが受け取った手紙っていつの話？さて、去年じゃったか、10年前じゃったか。ふざけ続けるならサメの餌にするぞ。五章じゃ、せめてクラーケンのおやつにしておくれ。なんなら私が食らって。あいつは引き継ぎは全て済ませておきました。着任と同時にあなたの指揮で皆が動けるように。助かります。でも姉上の手際と比べられて僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたには特別な力と素質がある。パラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を信じて。はい、しっかり務めます姉上。パラミデスへの派遣、この島にそんな施設があったかしら。もう行かないと。道中お気をつけて。そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。思いのほか手強く、手負いのものも出ています。心得ました。それから生水は飲まないように。姉上、おせっかいすぎますね。分かっているのですが、どうしても。ハリアのゴーマ、派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら利用できるかも。それにしても奇遇じゃの。わしらがここに来たタイミングでオスカー参上とは。私を疑うのは分かります。でも証拠があるのですか？証拠はない。でも大魔師のあんたは清涼の断りとつながってる。わしらには仲間のつながりがないかな。エレノアは告げ口なんてしてないよ。どうかの。お風呂に入る時も監視しとるのか。お風呂の時は僕外にいるからわからないけど。その間に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろ。死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。お前たちが潰し合っても清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。確かに、もう少し町の人に話を聞くのが先決ね。実際のところどうなの？え？精霊と器の関係、意識や感覚の共有みたいなものはあるの？あ、うん。体の中に入ってる時にはエレノアが見たり聞いたりしたことはわかるよ。でも気持ちや考えてることまではわからない。箱に入っても箱の気持ちはわからないでしょ。そういう感じか。ならできるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。わかってる。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂はビエンフ。あいつは違うか。あたしかマギルーが何とかするとして。
あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方がエレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？ううん、今のところはないよ。それにすごくよく寝てる。ベルベットたちと一緒にいる時は顔が怖いけど、寝てる時はもっと優しい顔っていうか、髪も下ろしてるし、なんか可愛いって思った。へえ、ああいうのが好みなんだ。でもそれはそれ、監視は監視。でも、年上の女には気をつけなさい。え？テレサとオスカーって仲のいい兄弟なんだね。訓練生時代から二人を知っていますが、喧嘩しているのは一度も見たことがありません。ベルベットは弟と喧嘩しなかった？そうね、叱ったりすると弟が拗ねて口を聞かなくなったりしたけど、それも可愛かった。可愛い？意地を張っても背伸びして大人びたことを言っても、気づくと私の後をついてきてて。まるで子犬じゃのう。犬の方がよっぽど言うことを聞いてくれるわ。でもやっぱり放っておけなくて、弟って不思議な生き物なのよ。六郎も可愛いのかな。え？自分を切り殺そうとしてる弟なんて可愛いわけないでしょ。でもしぐれは楽しそうだったよ。あんた時々理解の外へ飛んでいくわね。そうかな。弟か。お主兄弟姉妹は？一人っ子です。ならばちょうど良いではないか。この際某を弟にすればよかろうって。それは極端な話ですが、ライフィセットと話していて、弟がいたらこんな感じかなと思うことはありますよ。僕がエレノアの弟。ライフィセット、そんなザレ言本気にしないで。精霊を道具として扱うタイマシがあんたを弟みたいに思うはずがないでしょ。あ、うん。道具扱いの件に関してはすでに考え方を改めています。だからこそ弟を感じるのです。本当ですよ。うん。信じちゃダメよ、こんな上辺の言葉。自分の言うことを押し付けているあなたの方がよほど道具扱いしているように思えますけど。おお、弟をめぐって二人の姉の対決じゃ。某の好みはフィッチフィッチフィッチ。お兄さんがいいよ。サウスガンドの人たちはね、もともとは水の聖主アメノチ様を信仰していたの。南の島々の生活は海とは切っても切れない関係にあるでしょ。豊漁の感謝をする時も、安全の祈願も、みんなアメノチ様にお祈りを捧げたの。今もその信仰は続いてるのか？清涼の神様はカノ主だろ。ほとんどの人は清涼の言う通りにしてるんだけど、奥地にあるハリア村だけは事情が違ってね。その村だけは今でもアメノチ様を信仰してて、清涼とはちょっと揉めたりしてるの。ゴーマを退治してくださるのはありがたいんだけど、信じる神様まで決める必要はあるのかしらね。あるんだろうさ、聖領にとっての断りってのがな。ま、心なんてものは縛れるものじゃないけどな。人形、ビエンフーに似てる。坊や、気に入ったのかい？
これは聖主アメノチ様の人形だよ。聖主アメノチ様、これが？ああ間違いない。俺はアメノチ様を見たんだ。威厳たっぷりで大層お怒りのようだったよ。見た？怒ってたってなんで？聖領はサウスガンド領で盛んだったアメノチ信仰を禁止したんだよ。それでアメノチ様はへそを曲げちまったんだろうな。話しかけてみたんだが何を言っても、ふん、はあ、あっそしか言わないんだ。それって土産屋よ。そのやる気のない神様はこの人形の姿をしておったのじゃな。おお、ほぼほぼな。おお、なんという奇遇じゃ。その気だるい神様こそグリモ姉さんじゃ。人間じゃないのかよ。人間とは一言も言っておらぬ。土産屋よ、どこで見た？この先のまくれる浜だけど。渚で黄昏れておるとはますます姉さんらしい。さあ海へ急ぐぞ。なんで先にグリモワールが精霊だって言わないの？危機管理じゃよ。どこでスパイが聞き耳を立てておるかわからんでな。大人になるって何なんだろうな。若者の永遠の悩みってやつだな。この島で毎年行われる成人の儀式って聞いたことあるかい？確かバナナやパレンジをぶつけ合う派手な祭りだよな。そう。でもバナナやパレンジはずいぶん昔の話だよ。年月を重ねるうちに投げるものが変わってね。人ってのはより派手に過激にって求めるだろう。気づけばスイカを丸ごと投げ合うようになってた。スイカが当たったら結構痛いよね。ああ、でもスイカはまだマシだったよ。最近はヤシの実を投げ合うようになってさ。ヤシの実は半端なく硬いじゃろ。そうなんだよ。岩を投げ合ってるようなものさ。そのせいで毎年大人になれないやつもいてさ。それってつまり、まだだまだだと思ってたけどさ、俺もとうとうその儀式に出なきゃならない。でもさ、どう考えても危なすぎるだろう。っていうかそんなことが大人になることなのか。危険を克服することで大人だと認めるような古来の慣習を受け継いでいる人間は確かにいる。まさにそういう古臭い連中がいるんだよ。最近の若いやつらは軟弱だとか言っちゃってさ。自分たちの時はバナナとかスイカだったくせに。しかもスイカには切れ目入れてたって言うし。ヤシの実に切れ目を入れてもあまり効果はなさそうですよね。だからここで黄昏れてたってわけか。恥ずかしながらね。嫌なら儀式なんてやめればいいでしょ。でもそうもいかないんだよ。周りのノリとか付き合いもあるし。そういうのをやめる判断ができるのが本当の大人じゃないの？あ、まったくその通りだよな。俺も大人になるよ。加減もせずに悪乗りしてるのがガキだって話でしょ。おっしゃる通りで。海だな。ここがマクリル浜か。グリモ姉さんいるかな。油断せずに行きます。砲撃中クーハーで衝撃。ここだ。ナイスクス。ここね。ラファティーレイブ。これ弾けるぞ。スイープライン。フラットライン。砲撃中高火点
行が足りませんか。修行。尋常に勝負。効果で熱攻撃。ここだ。大風船。容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン。大したことなかったわね。一気に片付ける。フォーガチュー。そこや、クリア。ここだ。クライスト。そこや、とどめ。ラバティレイブ。ディエンレイテブ。そこや、ここだ。クライスト。そこや、ディエンレイテブ。そこや、クリア。ここだ。クライスト。そこや、とどめ。ラバティレイブ。やれやれ。あたしたちが探してるグリモワールもビエンフみたいな精霊なのよね。正直あれがライフセットやアイゼンと同じ精霊だとは思えないんだけど。疑問はもっともじゃが、いろいろと微妙な話が多くてのう。話せる範囲で説明するでぐよ。なら前から気になってたんだけど、その帽子取ったらどういう顔なの？おおの、それだけは言えないです。いきなりダメなわけ？そのハットのリボンピラピラして邪魔だろう。ほどいていいか。バッとバッと、絶対にダメです。このリボンだけはほどいちゃダメなんです。どうして？それも絶対に言えないです。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えば僕たちがどんな種族かとか、精霊界における位置づけとか能力とか。あ、それ聞いてみたい。では教えてあげますから、よく聞くでふよ。僕たちはノル民族というれっきとした精霊の一種族なんです。他の精霊と比べると自然を操る霊力は落ちるですが、他者の力を引き出し強化する能力に秀でてるんですよ。お便利パワーアップ精霊ということじゃな。別名凡霊だ。おお、バット。その呼び方はノル民族のトラウマですよ。どうしてトラウマなのです？その呼び名のせいで平凡だと思われるんです。それが嫌でみんな個性を出すの必死なんでぐよ。それであなたは妙な話し方をするのですね。なんだか平凡な悩みだな。ビーン、平凡って言うな。魔をかけさせないで。そこや、クリア。ここだ。クライマックス。そこ、クリア。逃がしはしない。サンダーウィング。ディエンレイテブ。そこ、クリア。見届けて。ここだ。クライマックス。そこや。大したことなかったわね。
こ葉っぱ。正解じゃん。ではこれは？ニヤニヤが止まらない。僕も。ディアレイクス。ずっとこよ。ディアレイクス。ずっとこよ。ここだ。ナイルズ。ずっとこね。ラバフィーレイク。ディアレイクス。ディアレイクス。ここよ。ディアレイクス。ずっとこよ。ここだ。その容赦の情け。行くわよ。ディアレイクス。ずっとこよ。ここだ。食らい尽くす。ずっとこよ。ここね。ブレイクブースト。フォーガチュー。クーハー絶衝撃。ここだ。食らい尽くす。クーハー絶衝撃。ここね。ブレイクブースト。チョコードキャッチ。フォーガチュー。クーハー絶衝。ここだ。食らい尽くす。クーハー絶衝。呪いが強い。容赦の情け、一切かけない。準備はいいわね。そこよ。ディアレイクス。ずっとここだ。クライスクス。ずっとここだ。クライスクス。逃しはしない。サンダーブリッツ。ディアレイクス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 。お話にならんの。あれってクリモ姉さん？あ、行っちゃう。ドラゴン！いや、でっかいトカゲゴーマだ。ダイルの仲間。ダイルの仲間。伸びろ伸びろ、強欲転職。ディアレイクス。そこよ。ディアレイクス。容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン。漆黒渦巻き、なんでい捕らえよ。ボイドヤブ。ボイドヤブ。ディアレイクス。ぜそこよ。そこだ。食らい尽くす。熱光陣。なんでい捕らえよ。超銀脚水蛇頭。とどめバランススライド。効果陣効果陣烈光陣。ここだ。食らい尽くす。超銀脚水蛇頭。とどめバランススライド。ブラッカネーと、と、あずらなれ効果陣冷凍陣。ブレイジングマンパレードイブリス。スピードブラッカネー効果陣烈光陣。ここだ。食らい尽くす。烈光陣とどめバランススライド。効果陣！ガンガン安いねえよ。ガンガン安い。
天に届く赤くなった。リアさんじゃない、怒ってるんです。煽らないでください。霊視解放、ただなくのに秩序をもたらせ。バインドオーダー、守れ黒髪霊視解放。ごめんなさい、ぶつけんとこだ。カレイドよ。呪い。